ハイパーテクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械レイバー。しかしそれはレイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に対抗して警視庁は本庁警備部内に特殊車両2課を新設してこれに対抗した。通称特車2課パトロールレイバー中隊パトレイバーの誕生である。首都圏にひしめく3000台のレイバーが突如暴走をし始めた。1999年東京、バビロンプロジェクトを狙うコンピューターウイルスが大増殖を開始した。嘘だろ。本当。ついに首都東京は壊滅するのか。